美しい。象に美しい。こんなうまいもん仕事で食うてレベルじゃない。今日は築地にやってまいりましたけれども、お気づきですか？アリアナグランデみたいな着こなしさせていただいております。これちょっとね、肩を抜いて着るという。私めも東京に来てだいぶ垢抜けたようでございます。お、こちら、え、この中にあるの、あ、コーヒーお雑煮まこ、こんなところにあるんでしょうか。行きましょうか。2階あんねや、すごいな。何ここ、面白え。でもこうやってこんなとこ来たの初めてかも。知らんかった。めっちゃ、え、家みたいな。あ、こんにちは、まこさん。まこさんではないです。え、あ、まこさんではなく、お兄さん、まこでございます。お邪魔します。めっちゃいいやん。進むのにちょっぴり勇気のいる階段を上がった先で、隠れるように佇むお店、まこ。築地では知る人ぞ知る老舗の喫茶店です。喫茶まこのメニュー、ドリンクメニューはまあコーヒー、カフェオレ、あ、スタミナジュースとかも。何やこれ。あ、スタミナジュース、一応そこに説明書いてるんですけど、蜂蜜レモンに卵の卵黄でシェイクして、ほう、え、ちょっと甘い感じですか。そうですね。じゃあそのスタミナジュースを一つください、はい、めちゃくちゃいいの。全然ありがとうございます。まさかだってこんなところに喫茶店あると思わないもんな。失礼します。わ、ありがとうございます。スタミナジュースです。わお、美しい。何これ、なんか思ってたのと全然違った。すごいですね。いただきます。マッチで味が全く想像できん。使用するのはレモン、蜂蜜、卵黄。レモンのビタミン C を保つためミキサーではなくシェーカーを振って作るのがポイントなのだそう。いただきます。え？ちょっと見た目と意外に味が違うというか、はい、爽やかでまろやかな風味があります。まさに、うん、なんか本当オレンジジュースみたいな。そうですね、そんな卵の感じはない、ね、はい、これはうまい。え、どうしてここで。僕らはもともと銀座にお店がありまして、そこで、荷物が多くなったので、倉庫を借りようっていう話で、はい、同じ銀座にお店があるので中央区で倉庫を探そうっていう話で、1軒目に紹介されたのがここだったんです。倉庫。銀座でミュージックバーを経営しているマスター。バーの倉庫を探していた際に紹介された物件が名物ママの店として有名だったまこでした。ありがとうございます。しかし長年築地で愛された喫茶店をなくすのはもったいないということで、急遽お店を引き継ぐことにしたんだそう。中川さんは、うん、じゃあその夜はそっちの銀座の方に。そうですね、毎日ではないですけど、はい、そっちにも立って、こっちにも来て、はい、基本はこっちに。毎日月曜日が定休日なんですけど、それ以外は基本こっちに。そうですね、朝はいます。あら、はい、働き者。いやいやいや、働ける場所があるだけいいかなと思って。うわっ、刺さりました、はい、良かったです。お食事のメニューでおすすめなんかはあるんですか。お食事のおすすめは一応あの海鮮雑煮というのこれですよね。うまそう、はい、これだからそのまあこっちがドリンクメニューでバーっとあって、はい、こっちがお食事メニューなんですけど、はい、結構本格派な、はい、全部美味しそう、
お食事ではおすすめの海鮮雑煮をもう一つ、はい、よろしくお願いします、はい、いやそうか、だってお若いですもんね、まだおいくつですか。いやいやいや、そんなに、僕は今年36です。立派ですね。お店2つもやってるんや、36で。今カメラキャノンでずっと撮ってくれてる彼はおいくつですか。若、一番若そうですけど、クルーの中で。僕23で。 23か。23で働いて、ようわからん女撮って一日23の時ってどんな感じでした。もう終わってた。終わりです。でももう働いてるだけ偉いと思っちゃいますね。だからもう本当になんか23歳の自分に一言メッセージを送るとして、一言、うん、風呂入れよ。お待たせしました、海鮮雑煮でございます。ありがとうございます。正月働いてて、お雑煮食うてまんまやったんですよ。いただきます。美しい。雑煮美しい。いただきます。バカ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 。こんなうまいもん仕事で食うてレベルじゃない。わしはまだまだ。築地で手に入る新鮮な食材を使用した海鮮雑煮、先代のママに築地で働く人々を紹介してもらったからこそ続けられる看板メニューです。ちょっとホタテいただこう。これね、山田洋次監督だ。おしゃれだな。これも僕らに変わる前の時に、そのママがもう一回お店辞めるって時に、ずっとこれを見ながらコーヒーを飲むお客さんがいらっしゃって、で、あなた山田洋次監督好きなのってママが聞いたら、その人が大好きなんですよっつって、じゃあもうこれ私店辞めるから持ってっていいわよっつって、これそのお客さんがそのサインを持って帰ったんですよ。ほう。でその3ヶ月後に僕らが新しく店をマコのままでやるって言ったら、そのサインをやっぱこれはマコにないとって持ってきてくれたんですよ。そうなんです。それでまだずっとここにあるっていう、もうそれが山田映画ですよ。そうですね、確かに。訪れた喫茶店の料理や雰囲気にインスピレーションを受けたヒコロヒーが得意のイラストでお店を表現します。できました。バイン。なんといってもこの海鮮雑煮、ドーンとここ真ん中に書かせていただき、そして中川さんね、中川さんどうも、ついでくれてありがとうございます。金言もいただきました。働ける場所があるのはありがたいことだと忘れず、私も精進していきたいと思います。素敵なお店でございました。喫茶まこさん、どうもありがとうございました。